こんにちは。月の輪の、2022年秋冬のご予約昨日で終了いたしました。たくさんのお客様に、本当にたくさんのお客様に、ご予約をいただいて、皆さんで一緒に盛り上がった3日間だったなと思います。でノベルティもね、なんかとってもなんかこう欲しいって思えるようなノベルティを、万能ちゃんですね、はい、ができたので、最初はちょっと個数が足らなかったんです、実は。なんですけれども、たくさんのお客様に本当に応援していただけたので、皆様にプレゼントできるように、しました。ありがとうございました。ノベルティは、最初のお届けの時に、プレゼントさせていただきますので、お楽しみにお待ちください。ではまた本日から、新しい可愛い子ちゃんたちをご紹介したいと思います。本日はですね、このセーラーカラーっぽいイメージなんですけれども、セーラーのカラーではないんです。実は後ろ側はタックが2つ両サイドについているプルオーバーになります。でこちらですね、少しロング丈ですね。この丈がとってもいい丈でですね、前後差がありパサッと着られる夏のもう優秀ちゃんです。涼しくて袖丈も、肘が隠れるいい丈です。そしてリネンなのでサラッとしていて、まとわりつかなくて風が通しやすいですね。風を通してくれるのでとっても涼しいです。中にインナーには本日はインナーワンピースですね。こちらももうちょっと出すと届くかなと思うんですけれども、これ私物で昔のなんですけれども、はい、この子をパサッと入れるだけで可愛くて、簡単に可愛くなる。で今年はね、こんな色を着てもいいかなと思いますのでおすすめです。可愛いでしょ、このなんかセーラーカラーかなって思うと違う感じですとかね。前はこれです。下げてもなんだっけ言葉忘れちゃった縛らなくてもほどいても可愛いと思います。デニムです。ずっとご紹介したかったデニムです。こちらのデニムですね。温数が軽めのデニムなので、昨日ご紹介した、ベリテクールの定番のデニムとは少しこう、デミニム感が違ってきます。で、こちらのデニムは柔らかいですね。軽い温数のデニムになるんですけれども、一年中履いていただけます。でも、入荷当時からとっても人気がありまして、なぜ人気かと言いますと、ウエストオールゴムなんです。オールゴムで、ゴムと紐で、ウエストをゆるっとした感じになります。そしてポケットはファイブポケットの作りのデニムになりまして、カジュアル感もあるんですけれども、色も2色で履きやすくて、でもデニムって感じがするので、ウエストゴムって思われちゃうような、シルエットもとってもいいデニムです。もう1色の方も履いてみます。そしてね、こちらのプルオーバーももう1色の方、ダメだな今日は、もう1色の方カミカミです。もう1色の方を、ご紹介します。はい、色を変えてきてみました。こちらはネイビーなんですけれども、少し、霞があるネイビーですかね、になりますので、皆さん着やすいと思います。スタイリングしやすいネイビーになります。そしてこちらもですね、お袖も可愛いですね。ぷくっとしたお袖です。で、こちらもインナーですよね。インナーちょこっとこう見えると顔写り、差し色になって顔写りが良くなるので、裾からも見えますしね、可愛いですよね。インナーノースリーブのタンクは異素材で着てもらえると可愛いかなと思います。特にこのとろみがあるね、とろんとした感じのひらひらっとするアイテムだと、裾からのスリットが絡み除くひらひらっていう感じがまた一つ、スタイリングの楽しみかなっていうふうに思います。デニムですね、先ほど履いたデニムとは色違いの濃い色です。でこちらもウエストがオールゴムになっていて、シルエットが裾につぼまるシルエットとなりますので、あれですね、ロールアップをもう一つしてもらってもいいですし、全くロールアップしないで履いてもらってもシルエットはとても綺麗なデニムになります。最後にですね、中肉の素材感の、
ノースリーブのワンピースになります。これ天軸で、カットソー、あの T シャツですね、 T シャツ素材の、ワンピースになるんですけれども、まあ、これだけでもいいんですけれどね、でもちょっと大人はねもう一つぐらい足したいなっていうふうに思いますので、これを売って、さすがになんかな、これだけだとな、私ちょっとスーパーとか行けないんですけど、これに足した感じでスーパーに行きたいと思います。じゃあ足してみます。変身しました。1枚足しただけなんですけれども、なんか落ち着きます。ノースリーブの、あ、ザラッとしちゃった、ノースリーブの、T シャツ生地のワンピースにただこれをぴょこっと入れただけです。そうするとスケールのも関係ないですし、ちょっと可愛いですよねやっぱりね。なのでこんな感じで足していくと、暑い夏も楽しく着られるんじゃない、お洋服を楽しめるんじゃないかなっていう風に思います。これね今日インスタグラムで違う色も紹介してみようかなと思います。